今日開幕の徳山のお正月シリーズ、初日は折り返し点過ぎて、ここから後半戦に入っていきます。7レースの予選、日差しの力を借りてトントン拍子に気温が12度まで上がってきた初日の水面上です。風が吹いたり止んだりというコンディション、この時間は幾分風は収まりつつあります。スタートまで1分切ったところ、定段からは早くも末永勇気が離れ、あとの5人は目立った動きありません。ここ徳山では初の1コース、地元山口、岡本翔太郎、さあ白星を挙げることできますか。今日はここ1回走り、徳山連続輸出中、昨年 V6 の活躍は大峰豊2コースから、後半戦ドリーム戦が待ってます。地元岩国、大峰豊2コース、3コース3番同じく宇部、新良和則、新良も今日ここ1回走り、外枠3人、今日2走目3人揃って中間着、前半3着高浜、4コース角、地元峰柳瀬浩二前半4着、こちらは前半3着地元山口、末永勇気6コースから、このカードもチルトはゼロでの登場、展示タイムはなかなかのもの。3対3の枠なり、大峰人気の中心でインコースから1番2番3番4番5番6番スタートしました。岡本遅れてしまいました。あとの5人はほぼ揃ったスリット体型、2コースからこれは絶好の形、2番の大峰豊出ていく、1番岡本抵抗はできず、中割りに行ったのは4番高浜、内くるっと3番の新良現れて、さあどうか、首位争いは2番大峰持ちこたえます。スタートは前提正常でした。1番岡本は両サイドから新良と高浜にサンドイッチ状態、内側さあ立て直して、今度は左右内から2番手目指す動き、1周にマーク、1番岡本先んじる、1周にマーク、懐から3番新田の一突き、2番手浮上、外を回った4番高浜、3番手争いであります。1番岡本持ちこたえられるかどうか、背後から6番の末永も接近であります。先頭は2番大峰、2番手3番の新田優勢も、今度は内側から4番高浜がアタック、プレッシャーかける2周1マーク、内側合わしに行く、いやいや挙動を乱した3番の新田、しかし出口で高浜もへさき浮き上がって3番手であります。新田2番手ガード、4番高浜3番手、2番3番4番の上位陣、3、4番手は大分定間広がってきました。レースは2周2マーク、もう一丁内側からプレッシャーかける4番高浜ですが、問題にしない3番の新田、逆に後ろから6番末永ではありますが、距離は縮められず、4番高浜3番手のまま、2番3番4番の上位陣、最後の1番へと向かいます。絶好展開、主導権握った大峰が先頭、最後の1枠トップでクリア、2番手3番の新田、3番手高浜の背後、さあ近づいてくる6番の末永勇気、猛追急追であります。さあ4番高浜に対して6番末永、へさきがかかりかけるところまで来ました。さあ4番高浜抑え込む、ラストターンマーク、大峰後半ドリーム戦が待ってます。先頭3番新田、2番手焦点3番手、角度を取って打ち抜かんとする末永不発で4番高浜3番手キープ、2番3番4番 15.8 倍、先頭2番大峰合輪、3番新田合輪、4番高浜合輪、6番1番5番の順で合輪。第7レースの確定は1着2番大峰豊、2着3番新田和則、3着4番高浜義久、以上でございます。穏やかな競争水面上を迎えるカードは後半戦の対戦カード第7レース。対戦メンバーは1号艇岡本翔太郎、2号艇中村健、3号艇山本浩二、4号艇石岡翔太、
5号艇夏山亮平、6号艇栗山茂弘、以上の6選手が争います。インコースに構えていきます1号艇の岡本翔太郎です。隣にコースには2号艇の中村健、2号艇の中村が人気の中心です。今日のドリームメンバー2号艇中村、3コースには3号艇の山本浩二です。ナルトは前回優勝しています3号艇山本、4号艇の石岡翔太、4コース引っ張っていきました。第3レースは3着でした4号艇の石岡、5コースには5号艇の夏山亮平です。前節小松拓司が優勝した15号機を手にした5号艇夏山、6コースには6号艇の栗山茂弘、6号艇栗山前半戦は2着を取っています。進入インコースから1番2番3番ダッシュ、4番5番6番です。スタートしました。4号艇の石岡はわずかにスタートを切りました。1周1マーク、1号艇の岡本が伸ばして逃げる。4号艇の石岡、2号艇中村の差し、マークに差したのと4号艇の石岡、そして粘る1号艇の岡本ですが、差した2号艇中村先頭、1号艇岡本、4号艇の石岡、5号艇の夏山、内からは3号艇の山本、6号艇栗山も伸ばしてきます。スタート正常でした。1周2マーク、2号艇中村、3号艇山本、内から6号艇の栗山、4号艇の石岡、1号艇の岡本、おっと1号艇の岡本消波装置沿いでアクシデントがありました。2周1マークの旋回、2号艇の中村、そして4号艇石岡、6号艇の栗山、バックスレッジ2号艇の中村先頭、2番手は6号艇の栗山です。3番手は4号艇の石岡、1号艇の岡本はアクシデントがありました、失格となっています。2周2マークからホーム直線コース、2号艇の中村、そして6号艇の栗山、3番手は4号艇の石岡、レースこれから最終周回に入ってきます。4号艇石岡の後ろが3号艇の山本、5号艇の夏山です。このレース1号艇の石岡ラックス、1号艇の岡本、1号艇の岡本がラックス失格となっています。最後のバックストレッチ、先頭は2号艇中村、6号艇の栗山が2番手、そして3番手が4号艇の石岡、ラストターンマークの旋回です。2号艇の中村、そして6号艇の栗山、サグロホーム直線コースに戻ってきます。3番手には4号艇の石岡です。まもなくゴールを迎えます。先頭は2番の中村、5塁6番栗山、4番石岡、5塁3番山本、5塁5番夏山、5塁、なお1号艇の岡本ラックス失格となっています。第7レースの確定は1着2番、2着6番、3着4番、以上でございました。ファンの皆様にお知らせいたします。亀田子の6日間シリーズルーキーシリーズ第4戦スカパー JLC 杯のシリーズ初日、前半戦は3レース予選競争です。1号艇には岡本翔太郎、2号艇藤原啓志郎、3号艇には梅木啓太、4号艇野中一平、5号艇福田翔吾、6号艇後藤誠也、以上6名の対戦です。このレースから安定板を使用してレースを行うことになりました。6名のコースですが、ゆっくりと定番通りの進入で、まず岡本翔太郎がインコースです。今日はこの1号艇1回走りの岡本のイン、
続いて2コースが藤原啓志郎で、このあとドリーム戦にも登場してきます藤原がここは人気の軸に押されました。センターの3コースが梅木啓太、その奥に4号艇野中一平、野中一平4角、5コース福田翔吾で、後藤誠也が6コース、枠番通りの3対3です。藤原とインの岡本の折り返し、そして藤原と角の野中の折り返し、ここが人気を集めていました。安定版仕様の第3レース予選競争、インコースから1番2番3番4番5番6番です。予選競争第3レーススタートしました。勢いが全く違う2コース2号艇の藤原啓志郎、あっさりインを叩いてまくり先制の構えです。すぐ外3コースから3号艇の梅木啓太がマークザトーとする4号艇野中一平が外を回っていきました。内懐に5番と6番切り込んでバックストレッチへ入りますが、先制決まって先頭は2号艇の藤原啓志郎、2番手は3号艇梅木啓太、3番手外側から4号艇野中一平、内側4番手から5号艇の福田翔吾、2マークの旋回スタートは正常でした。ターンマークに寄っていきます。2番手争い5号艇の福田翔吾が先に回りたいところですが、外を回る3号艇梅木と切り込んでくる4号艇の中一平、両サイド2番手3番手はアウト側わずかに3号艇の梅木がリード、3番手から4号艇の野中一平、2艇審査で梅木を追っています。さらに2艇審判差、間隔を取りながら5号艇の福田翔吾、そのまま内側へ潜り込んできました。3号艇の中外を待って3号艇梅木かわしていく、5号艇は少し6号艇が壁となってさせずに交代しました。2番手は3号艇の梅木啓太、3番手が4号艇の中一平、一旦外へとボートを持ち出した4号艇の中、2周2マークの旋回に入ります。2番手は内側から3号艇の梅木啓太が先に回る、外から4号艇の中一平、その内側を狙って刺して追走方面折り返すんですが、2番手はがっちりと守っています3号艇の梅木啓太。上位体系が 2,3,4 でスリット前を今通過、最終周回へと入っていきました。3周1マークの旋回から最後のバックへ、先頭が藤原啓志郎です。2番手は3号艇の梅木啓太、3番手は4号艇の野中一平と続いていまして、体系が 2,3,4 です。後ろは大きく定間が空いていまして、4番手が5号艇の福田翔吾、5番手が6号艇の後藤誠也で、最後方は1号艇の岡本翔太郎が続いています。3連単は 22.5 倍です。最後の方面へ帰ってきます2号艇の藤原、2番手は3号艇梅木、3番手4号艇の野中と続いた第3レースの予選競争、まもなくゴール、先頭2番藤原五輪、2着3番梅木、3着4番野中、続いて5番の福田、4着5着6番後藤で、ラスト1番岡本五輪。第3レースの確定は1着2番2着3番3着4番以上です。雨が降ったりやんだりの空模様が続いております。ボートレース江戸川です。風がほとんどなかったんですけれども、スタートラインに対しての追い風が少し出てきました。2メーター前後の風、ただ川の流れは完全に止まっています。迎えたカードは一般戦の第5レースです。対戦メンバー1号艇岡本翔太郎、2号艇黒柳弘隆、3号艇富成健二、4号艇高倉浩太、5号艇佐久間明、6号艇渡辺豊、以上の6選手です。今日の1走目確定版がありました。1番岡本翔太郎の陰線です。2コースには2番の黒柳弘隆、江戸川ではチルトを跳ねる調整をする2番黒柳、このシリーズ初めてチルトを2度にしました。3コースには3番の富成健二が入っていきます。4コースの角1は4番の高倉浩太、予選道中では内枠から2勝を挙げています。5コースが地元の5番佐久間明、まさかの輸出漏れになりました5番の佐久間、一番外今日1回走りです。こちらも地元6番の渡辺豊です。3連単は人気が割れました。1番人気でも22倍台あります。その1番人気は1番の岡本から横2番黒柳となりました。一般戦の第5レースです。新入員から1番2番3番4番5番6番です。2秒前スタートしました。
内側の選手、中でも1番の岡本、いいスタートです。1番手で向かっていきます。1番岡本の2戦です。2番黒柳差し込んできまして、外からは3番富永、内をついては4番高倉、5番佐久間もまくり出してきましたが、バックに入って1番の岡本がインから振り切っていくでしょうか。2番の黒柳が内側を伺っていきます。差がない3番手には3番の富永、なおスタートは前提正常でした。一周にマークトップ旋回は1番の岡本、そして2番手ですが、3番富永がくるっと回ったところ、2番の黒柳が外からかわしていきます。2番の黒柳が2番手、三手身差がつきました。3番手に3番の富永です。先頭1番岡本抜け出しまして、レースは2周回目に入ります。現在の体勢は1番2番3番の体勢です。2周回目1マークトップ旋回は1番の岡本、2番手もう一度3番の富永に小さく回ってきますが、2番の黒柳がつけて回ってきました。3番の富永がやや後席引っかかる感じになりまして、ダッシュをつけた3選手がその3番富永に迫っていきます。なんとか3番手は3番富永がキープ。1手身2手身差、3選手が横並びです。2周2マークに移ります。先頭1番の岡本、2番手が2番の黒柳、そして3番手3番富成の外側を攻め込むのは6番渡辺、内側からは4番の高倉、5番の佐久間、ホームへと戻ってきまして、3番手は3番富成がしのいでいまして、レースは最終周回に入ります。現在の体勢変わらず1番2番3番です。先頭は1番の岡本、最終1マークをクリアしていきます。2番手2番の黒柳、3番手3番富成と回っていきまして、後続もう一度差をつけていきます。前の体勢は1番2番3番の体勢で最終ターンマークへと移っていきます。今シリーズ初勝利で走り納めとなります1番の岡本翔太郎です。トップで最終ターンマークをクリアしていきます。2番手が2番の黒柳弘隆、そして3番手が3番の富成健二と回っていきまして、まもなくゴールを迎えていきます。に振り切りました1番の岡本、今先頭でゴールイン、2番手2番の黒柳、3番手3番富成ゴールイン、その後ろは6番4番5番の順でゴールインしております。以上一般戦第5レースでした。